今回はですね、日本一サバを焼いている、そんなお店をご紹介します。チキンの照り焼き。あれ照明とか見ちゃうと変わってるよね。何を買われたの？サバ弁当です。美味しかったからまた来て、ここ通るときに。はい、すいません、ごちそうさまです。ありがとうございます。生姜焼き揚げ、ハンバーグ弁当、サバ、アジ、ホッケ、キンキですね。これです。はい、すいません。はい、お願いします。今日まだ少ない方ですよ。少ない方なんですね。はい、そう、そうですからね、朝注文して、はい、あ、この時間着いちゃうんです。燃えるよう気をつけないと。戦争ですね、切る時は。戦争です。はい。調子で上がったサンマに、はい、まあ、頭と腹ごと抜いて、はい、それで調子の醤油につけて、であと天日干しした。サンマの醤油漬けってあんま多分ないんじゃないかな、あんまり。珍しいですね。珍しいです。美味しいんですよ。生のサンマがね、はい、やっぱり高いし、あんまりあの物が良くないんで、はい、じゃあ今サンマがこれで使ってる。魚がちっちゃいと脂があんまり乗ってないんですよ、はい、サンマって大きければ大きい方が、はい、ね、あのサンマは美味しいんで。昔はね、4,5 年前はこの時期になるとサンマの旗を上げてサンマサンマってサンマ1日焼いてましたけど、はい、寂しいですよ。これなんか最高だよね。はい、すごい小羽根が美味しそうです。ザ・秋って感じ。ここを吸ったのはどうする？あ、よく通りますけど。あ、通って、やっぱ煙の匂いですね、やっぱりね。あ、美味しいですね、やっぱりね。
おすすめは何ですか。おすすめはやっぱりサバでしょうね。サバですか。サバの油でしょうね、やっぱりね。焼き方ってあるんですか、置く場所とか。ちょっとやっぱりどうしても火の強いところと弱いところ出てきちゃうんで、まあ、それにちょっと合わせてちょっとずつずらして調整してます。今ぐらいが一番、12時ぐらいが一番強くなるように調整して、はい、店長がどうしてサバにこだわったんですか。安いし、美味しいし。美味しいじゃないですか、一番庶民的だし。ああ、なるほど。変わりましたけど、何人前ですか。15人です。あ、15人、はい、ありがとうございます。ハンバーグです。今、サバの次に売れてるかも。あ、ハンバーグが。あ、そうなんですね。そうですね、なかなかフライパンで焼くのと違って、まあ、余分な油も落ちますし、まあ、これはまあ炭で焼いてるんで、まあ、周りがカリッとして、まあ中がジューシーというか。これ鮭の最強焼き。はいはい。うちで特別ちょっと作ってもらって。これは豚味噌。ね、豚肉をうちで5種類のお味噌につけて。これもすごい人気あります。この味付けっていうのは奥さんなんですか。そうですよね、店長の。いや、奥さん。寺田様いらっしゃいますか。すいません、はい、生姜焼き弁当に行きました。生姜焼き弁当に5,080円お預かりします。この商売始めて気づいたのは、イカが好きな人多いなと。そう、その、いろいろ味付けしてるんで、甘辛いです。甘辛い、お醤油味。おつまみ最高みたいですよ。あの、いつも煙が気になってるんで、何屋さんかなと思って来てみました。サバのこれ文化干しっていうやつなんですけど、まあ、一応干物で 生の塩サバじゃなくて、一応文化干しって言って干物になってるやつなんですけど、まあ結構肉厚で油も乗ってるし。何屋様いらっしゃいますか。全部頭から全部骨まで全部食べられます。この油で今ぐじぐじ言ってる、あの言ってるじゃないですか。これで自分の骨まで唐揚げみたいになっちゃうんです。上がっちゃうんですよ。食べ終わって、あ、そういえば骨なかったねっていう感じですか。うん、上原様いらっしゃいますか。一日中いて、いぶされてますよね。よくお客さんに燻製にならないねって言われますけど、はい、目が痛くないですか。僕すごい痛いんですけど。そんなことないんです。痛くなくなっちゃう。はい、そうです。はい、ありがとうございます。はい、了解です。あと、こんな
なにお魚焼いてるとこないですよね。そうなんですよ、多分日本で一番焼いてんじゃないですか、魚を炭で、はい、美味しそうじゃないですか。すごい美味しそう、うん、第1位サバメル、まずは骨も食べれるって言ってましたからね。これですよ、これこれ肉厚、うん、すごい脂が乗ってる。ちゃんと大根おろしもねついてますので、大根おろしといただきます。うん、また大根おろしも合いますね。はい、というわけで完食いたしました。第2位のハンバーグ弁当をいただきます。こんな感じですね。あ、おいしい。デミグラスソースもすごい美味しい。レストランの味、通常盛りで結構量があります。きんぴらごぼうも山盛り。完食しました。